起立礼着席よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。 NMB48 学園、こちらモンスターエンジン組、このクラスの担任モンスターエンジンの大林です。では早速出席を取ります。渋谷。はい、東京の渋谷といえば八甲前、本社大阪の渋谷といえば渚前。これからはずっと渚前で待ち合わせやで、大阪府出身21歳、渚こと渋谷渚です。よろしくお願いします。はい、お願いします。続きまして村瀬。はい、1、2、3、4がなくてもやっぱりさえ、サイピーこと村瀬さえです。よろしくお願いします。はい、お願いします。最後に西森。散髪してるから言わな兄さん。なんですね、それかっこいいですねって。大林はもう知ってますけど、僕はもう知ってる、言わなそれ二人とも。かっこいいですねみたいな。最初今日、はい、初めて来たお会いした時にすぐに分かりました。いや、すぐ言わな。分かりました。なんでんのそれ、かっこいいですねって。言わ、横すっきりしてるな。横すっきり、言わんと。西森陽一です。挨拶は今のところまで。今のところまでが、今のところが完璧に切るところでしたから。そうない、アドリブじゃなかった。アドリブじゃない。えらい喋りかけてきてんなと、とは思いましたけど。喋りかけるやろ。お前受け答えしてたやん。受けるかと思ってましたよ。予想でね、大体の予想で初めから決まったカンパゲでやってますから。あんまりそう邪魔するのやめてください。難しいな。なかなか難しい。誰と喋ってんねんみたいな芸ですから。芸って言うてるやん。もう挨拶ではない、芸なんや。散髪をね、散髪、はい、してますね。ロケで、え、ロケ、ロケなんですか。ロケでね、急に髪型変えられたんですよ。豪快なロケでしょ。豪快ですね。ちょっと他局ですからね、まああれですけども、うん、だから僕らが出てるどこかの何かのロケでいきなり髪型変えられてますんで、ぜひ全部見てください。だからね、そんなつもりではなかったんやけども、そんなつもりじゃなかったんですよ、うん、なんか髪の毛セットするだけみたいな美容院でね、うんうん、行っちゃいましょうよみたいな感じになんかなって、なんかそうなりましたね。なんかなって、なんか年齢直帰しのヘアスタイル、ゴリ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 ってバリガンでいかれて。そうなんですよ。ほんで黒染めを怠ってたんですよ。あら、だから横真っ白。やばい。それも思ってました。あった時んね、思った。こんなにこの人白髪やってんの。やっぱ白髪で言ったでしょ。嘘と思ってたし、はい、そうやと思ってここまでだとは。ここまででまたちょっと引くでしょ。引いてないです。真正面から見たら髪の毛ないみたいになってるから。あ、白すぎて。僕自分でも何回も確かめたんですよ、遠目から。うん、10メーターぐらい離れたら耳の上の毛ないみたいな。地肌みたいな。そう、白くな、毛が消える、なりすぎて。これはでも全然そのロケで僕も見ましたけど、はい、これ全然不完全な状態やから、ここからちゃんとセットとか。セット、そう。ジョージ・マクフライみたいになるから。バック・トゥ・ザ・フューチャーの。マーティーマックフライのお父さんの昔の、弱い時の、そう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 、昔のどのヘアセットするんですか、アメリカンの髪型なんです。ピッチリ一段にしてペターってやる。そうなったんですね。それが完璧なやつ。それが完璧な感じのプレスリーとかの時代ですね、多分ね。オールドアメリカみたいな。そう、オールドアメリカみたいな感じの、だからみんながやってるやつとちょっとだけ違うもん。みんながやってる今流行りの刈り上げの、そうそうそう、とかはまたちゃうよね。ほんまのとこで切ってるもんな。それが好きなところの美容室で切ってるから。うん、でも僕はそのオールドアメリカのスタイルの方がいいんかな。よくわからんけど。似合って、僕は似合ってると思ったから。やっぱりでも慣れてきましたね、もう。あ、そうなんですか。裏マヨっていう、番組で言っていいみたいな、裏マヨっていう、はい、土曜のお昼の。やつで、あんな感じの本わかのテレビっていうか、意外、あんまりせえへんよね。そうやな、確かに。深夜のドバラエティみたいな感じのこと、ちょっと。そっちかと思った。確かに。いや、まあだからぜひね、オンエアの方見ていただいて、はい、ね、楽しみ、やってください。うわ、皆さん面白かったよ。だってそのこの前の髪型の、うんうんうん、この前の髪型の服装、まあ、服装とかで合わせてるわけじゃないんじゃないけど、別に何の変哲もない、うん、パーカー、普通のパーカー着ててんけど、終わった後、この、取るやんか、髪の毛、使えへんねん。あれ取ったら服消耗なんて。急に全然似合ってへんねん。だからちゃうと。なんかその、オールドアメリカンの。そう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 。なベストとか。そう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 。そっちやったらわかんねんけども、しょうもないパーカー。バランス。パーカーは悪ないですからね。急に頭とカッコが全然合わへんなって。追いついてない。俺これの時点でもほんま普段カッコ合わへんなってくるんだよ。合わせていかないとダメですね、髪の毛に。あまりにもアンバランスやろ。うん、
髪の毛俺ヒートテックだけですよ。なんか、なんかレディースみたいな。レディースのヒートテックみたいな。レディースじゃん。あ、これ裏返しでしょ。ほんまや、裏地が。ぐちゃぐちゃ。そんな、なんか政治家みたいなピッチリした髪型の人、うん、そのヒートテック裏返しに来たらあかんって。わざとかな。ヒートテックはね、もう裏返しでもいいって決めてるんですよ。なんでなんで、めんどくさいっていうのと、あと、そんなことを決めるな。ほんまは、肌着やのに。うん、裏の意外が出てへん方がええやんっていつも思うんですよ。つるっとした、そうでしょ、全然つるっとした、それをよく思うんですよ。ぜひね、裏前の方見れるとぜひ、はい、他局で申し訳ないです、思いっきり言ってますんで、ね、一応お便りは、はい、我々のライブ来ていただいたよってい う、はい、お便りでありがとうございました。本当に、ね、そんなわざわざね、ラジオにまで見に行きたいとか言うてたな。あ、でも取れらよ、あの握手会だったんですけど、その日に、ね、そう、でもファンの方が今から見に行ってくるよって言ってました、うん、握手会と被ってってるので行きませんっていうのをめっちゃ言われた。あ、どこと競り合ってんの俺らは。でも行ってくるよっていう方もいらっしゃいました、はい、うん、だから これからはちょっと そのせいで入れへんかったらやっぱ嫌やから握手会は避けなさい。そうしましょう、土日は避けて、土日避けてください。 NMB 合わせ、土日は避け、両方のファンやけど絶対に NMB に行くっていう人が多すぎて。それはまあそうやな。そうなんですよ、そっか、あの9時からとかやったら握手会も終わって、あ、夜の、はい、なるほどね、9時からね、はい、9時からライブする。ちょっと遅いな。ちょっと遅いですけど、それは NMB に合わせすぎやろ。その前がやろ、その前何時から始まるんですか。あ、でも9時ぐらいから始まるから朝、はい、あ、ほんで夜9時まで、はい、12時間すんの。そうです、休憩入れて、休憩とか、はい、めっちゃするやん、はい、だから朝6時、6時からのライブとか、手ズルズルだろね。ズルズル指紋なくなるで。なんでそっち合わせで朝6時からライブして行ってもらう、それこっちに来んのも嫌やろ、それだから。そうなってきたらお二人のファンがそんな12時間も知ると思わへんかった。え、それ、うん、え、どれぐらいのスパンでやるの、その月1とか。いや、もっと、もうほんと毎週ある時はあったりとか、ない方が珍しい、はい、そうやったんや、毎週やってんのよ。土日にない方が、あ、ない握手会みたいな、うん、変な感じになる。どう、はい、全部握手会な、ほとんど、ほとんど2日連続で、はい、マジで、へー、僕らもちょっとだけやったことあるから知ってますけど、な、目回るもんな、あれな、あ、早かったら回りますね、あれな、結構大変なんですよ、実は。そうですよ、笑顔でね、何回も言うてるこの話は、うん、目回る話言うてるな、西森がもう、これは分かってた、そんなによっぽど目回る、これに関してはトラウマなってる、分かってたね、むちゃくちゃ言うてる。何せそれはみんな分かってくださいよと、うん、しんどいって言うの。そんな目回るからね。またね、あのライブあったら来てください。そうですね、はい、よろしくお願いします、はい、では、授業を始める前にお便り募集のお知らせです。はい、この番組ではあなたからのお便りを募集しています。番組の感想、こんな授業をやってほしいといったご意見、また私たち NMB48 そしてモンスターエンジンさんへの質問疑問、何でも OK です。宛先は E メールは nmb@abc1008.com、 おはがきは郵便番号 530-8010 NMB48 学園、こちらモンスターエンジン組の係までとなっています。たくさんのお便りお待ちしています。それでは行きましょう、 NMB48 学園、こちらモンスターエンジン組、今日も授業スタートです。